お疲れちゃんです。ラットです。テーブル、よいしょってことでね、はい、やっていくんですけど、ラットです。はい。ちょ、待って。待って、もうこれな、自分でこのなんか、見るのでさえやばいな。絵がやばい。マジで絵がやばいんですけど、ですね、こんなことはまあ、まあ、やってるのにはまずまあ理由があるわけなんですけど、さすがにね、なんもないのにこんなアホみたいな格好しないですから。マジで。これね、そのわけがですね、もう2歳も年下のね、若者に、まあ、かっここうですね、こう、かっここう、こう、こう選手ですよ。ね、あの子に、こうこれで有名な、タワーステで有名なこうくんにですよ。2歳も年上なんですよ。あおられたぞ、ああってことで、なんですよ。あおられたやつはなんかね、なんか、僕結構なんかやばいデッキを使ってるじゃないですか、なんか、そしたら、なんか、変態のツアーもらったみたいな。えって、そこ取りに来るみたいな。感じで、僕のなんかね、その場をね、僕の行き場所をね、取りに来ようとしてきてるんでね、それをね、跳ね返そうと、まあ、こんな感じでね、はい、まあ、変態風な、ちょっと雰囲気を出してみました。なんかあっちもなんかもうミニスカみたいな、サンタコスのスカートみたいな。やばいやばいやばい。まあでもね、やられたらね、さすがにね、やり返してないというか、まあ負けたくはないんでね、はい、勝負には。なんで、ね、もう勝ちに、勝ちに行ってます。はい。ってことで、今日やることなんですけど、まあグラチュラやるんですけど、はい、こちら。じゃあ、まあ、こうといえば、こうこれ。こうこれですよ。まあこうこれなんですけど、ただこうこれを使っても面白くない。ということは、ということは、ですね、はい、こちら。もうね、コウゴレにミラをぶち込みます。よいしょ。もうこれでいいから、これで勝てちゃう。で、本当にこのコウゴレのミラーでマジでリプレイが消えちゃったんですけど、辛いことにこれで実はね、勝てちゃってる説があるんですよね。よいしょ。ってことでやっとクラロ、もう今までの何だったのかっていうぐらい、ちょっとこれ恥ずかしいんでね、さすがにもうこれはもうバイバイです。いや、マジでやばいでしょ。マジで本当にやばい。何してんのっていう、このカメって書いてるの言ってるんですけど、いやー、やばいな。まあ勝ち、とりあえず勝てばいいから、勝てばね。はい、ということで、なんかこうこれもなんか意外と種類があるみたいで、ファルチェ、ウィザードがファルチェだったりリザードだったりで、逆になんか、なんだろうな、最近だったらなんかエリポンが下放されたから、書店に来なくなったから、なんかエリポンないなんかコウゴレみたいなのもあるみたいなんですけど、もうコウゴレコウゴレコウゴレ、なんかどれもコウゴレみたいな、多すぎるんですよね。だからもう僕がちょっと良さげなね、結構まあ有名な王道なコウゴレをね、はい、今日は使ってまあ行きたいと思います。もうね、コウは見てますか、ちゃんとこの動画。ね。見てないと話にならないから。ちゃんと見てますかってこと。かって。大事だから。見てないなんか言われたら、言われると、え？俺これなんでこんなことやってんのってなっちゃうから。オッケー。まあこれはね、もうロケットぶち込むんですけど、これさてやばいかな。これバルーンとか来てら、やばめなんだけど、もう一回ロケットあるみたいなとこあるね。よし。あはーんって後ろからですね。やばいな。ちょっと耳がないだけで恥ずかしさがどっか行きますね。ふぅ。ってなわけなんだけど、いやー、コウゴレは、コウゴレ、正直、まあ、使いやすいみたいなのとかあるよね。意外と、一つ尊敬できる、マジで、僕のデッキよりも圧倒的に使いやすい。言っちゃうけどね。言っちゃうけど、コウゴレのいいところね、使いやすい。なんでこんなにも使いやすいのっていうぐらい使いやすい。ね。で、まあ、こっからで相手がポイズンだったかな。正直ポイズンされたところで、ウィザード何回も出せるし、まあ、2回ですね。うん。OK。OK。で、ここでウィザード出して、ギガ来てもギャングで、OK。オーケー、もうこれ完璧。もうハードカウンターですね。やば。でも相手もなんか困ってボス金をね、置いちゃってたりしてるから、
ここでね、はい、もうウィザードの本領発揮ですよ。レベル10、お化け、お化けウィザード。いや、ウィザードが強い。オッケー、これロケット撃って、多分もうインドラがいないとゴーレムも溶かせないから、よいしょ。はい、もうはい、これあとロケットミラーでも勝てるわ。見た、こうこういうことね。こうもね、なんかミラーで使ってたんだけど、まだ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 、まだ全然だわ。ほんとに見た、こういうことだから、こうだ君。はい、ということでね、2戦目もね、このままね、いきましょう。テヘペロウコウ。別に、まあ、あれですね、こうチャンネルのこうの方でも言ってたんですけど、こうが。別に仲が悪いとかじゃないですよね。なんかただ、ね、そう。仲がいいからこそのなんかこのね、イチャイチャ動画です。やられたんだよ、僕は。急に。びっくりしましたよ。えって。ね。僕が気づかなかったらどうなるんだよ、みたいな。話なんですよね。やばい。はい。で、やられたからやり返すんだけど、この服とかをなんかね、僕が事前に持ってたみたいなことを思われると、さすがにやばくて、そこだけは言っておきたい。僕、なんか、やられたから、やり返そうと思うじゃないですか。けど、ないんすよ。何もなくて、何もなくて、どうにもできないじゃないですか。一体僕はどうしたらいいのっていうことになるわけなんですよ。で、僕は、考えました。ですね、僕が住んでるアパートのもうほんと横のね、横のアパートに友達が住んでるんですよ。マジで大学一緒の、もうほんと偶然、もうアパートの横のアパートに友達がいるんですよ。だからもうその友達に全部借りました。全部友達です。これ僕じゃないです。一つ言っておきます。僕じゃないです。一つだけ本当に言っておきたい。僕じゃないです。これはもうそれだけね、伝えておければもう僕は大丈夫です。変にね、思われることはないんで。オッケー。やばっ、ウィザードが優秀すぎたけど、なかなかしんどくないっていうね。だけど5か、5だったら確定が。もうね、死にそうなぐらい咳がやばいんですよ。マジでやばい、本当にやばくて、やばい。これ延命したいな。オッケー。待って。ああ待ってーね。うわあ、それやられちゃうか。それやられちゃうか。でもここでロリババ来たらその瞬間にギャング。カモンロリババ。ああそう。これでもトルネで一気にまとめ。そんなことある？待って、やばい、ピンチ。最後ロケットだ。髪の毛。あ、待って、最後。いや、いいよ。いい防衛だもん。相手、ロリババだから、このね、ギャングの人ができない。そういうこと。からの、ここでね、そうだ、ミラーの出番だ。これで、右を攻めよう。で、ウィザードもあるから、意外と逆サイの攻撃もそんなに怖くない。いや、怖いよ。やばい。待って、相手ミスってる。けどやばい。待って。こうぐらい？こうぐらい君はまだ参る。いや、守ったら勝ち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 。え？いや、言うてたな。いや、待って、ロケットミラー、ロケットミラー。来た。待って、ロケットミラーなんだけど、相手小島も取れるってやばい。やばい。ああ、待って。終わったー、惜しい。ちゃんこ惜しいよ。でもこれ、気持ちね、もうミラーのおかげで惜しかったみたいな。でも、ないこともない。ね。いやー、まあね、まあ、どんぐらいにしとくか。さすがにね、こうぐらい勝手にいじって、まあ、なんかミラーの、ちょっと変態チックにして、さすがに勝ちすぎるとね、申し訳ない。本人に申し訳ないんでね。今日はね、まあ、この辺で勘弁してやろうかなっていう話。ですね。エリポンナグをね、まあ、ミラーにしただけなんですけど。はい。ということで、
まあ、こんな感じかな。ね。はい。で、あれですね。まあ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 、大人げないかもしれないですけど、まあ、本気を出せばこんなもんよと。ね。もう、デッキの変態でも勝つし、やっぱこの見た目のね、変態でもね、そう、勝っていくっていうね。はい。ところですね。ね。ねしか出てこないわ。いらない、マジでいらないわ。よし。ということで、今回はね、もうこんな感じでね、終わりにしたいと思います。このチャンネルもね、ちゃんと概要欄に貼っておくんで、チャンネル登録ね、ぜひお願いします。で、この動画ね、急に見たら、え、見たら、みたいになるんですけど、ちゃんとね、ちゃんとこの動画を見た後でもいいのでね、ちゃんとこの動画をね、見てください、ぜひ。はい。ということで、今回は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。